はいどうもダメディです。おっさんことオスリーです。ダメ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 、いや挨拶しろよすまないだろうが。先日王様から依頼があった。ダメディです。オスリーです。空猫です。お呼びでしょうか。なんかさ面白いことやって、えいや無茶ぶりではできなきゃ今月給料なし。ということでこの部屋は王様に監視されております。そんな中今回やっていくのは歌しりとりマネココンネコこんばんにゃ、空猫です。はい、で、何がダメだったんでしょうか。これ許せないです、僕。あ、何？このマイク？やっぱり、なんかそのマイクって先っちょ黒いじゃないですか。こんな感じですか？いや、これデカすぎて顔見えねえよ。おー、これマイクじゃなくて、独裁者のスピーチ台なのよ。2022リリースの歌でしりとり始めましょう。まあ絶叫な感情なんかパッパラノイヤ、溺れ声上げてはぐるぐる、まあ絶対絶命なんかやったらめたら沈め夢夢、いやいやいや、さあパッパッバグ、さあバグバグのグ、こちらはバグのサビでございます。グぅちょっと目離した隙に遊ぶなよ。次おすりだぞ。人参。何が人参だ。お前のネクタイも人参にしてやろうか。うわいつでも保存食。くるくるパッカン警報待って、無理ぐるぐるせーので回れ、あーパッカン警報やっぱ無理ぐるぐる、あんように鎖エンドレス闇。おっとまたしてもバグですね。みかみ何も思いつかないな。あら何も考えてないだろ、早いんだよ諦めるのが。まあくから始まるのだったらね、先生リンゴの繰り返し繰り返し生まれ変わり、山積みの泣き殻の上でダンシング、リンカネーションリンカネーションの悲痛な叫び、愛して愛してやとかもありましたけどね。あそう、僕そっちも思い浮かんでたわ。クエエンゴミカレツイス。まあでも大体なんかさ、みんなって歌詞があるじゃんどっかに。おお。落とせサンダーはオラオラ系だからみんなって歌詞は多分ないんですよ。オラオラ系と2022年の常識で言うとあれはオラオラ系なんだ。待て待て、ソラネコを2022の常識にするな。なんかゾンビあった気がする、みんななっちゃえばみたいな。あーいかにもゾンビ的思考だね。ヒント欲しいですね。ヒント、ね、まだ出てない曲にありますね。ソラネコが今言ってた曲でもありません。クイーンですね。はいはい、まだ出てない曲ですね。クイーンって曲の中に何かあるんでしょう。どうでしょう。ない。判断が早い、もうちょい探せ。でも読めない。読めるだ。三つ一つに罪はない、捨てたものじゃない、だってそうじゃない。おそういうこと。どういうこと。あ、これのことか。僕さ、三つって読んでたからそれねえよ。いや、そりゃないわ。一つ二つ三つ。煽りますね。稲妻に打たれました、死にました、そして蘇りました、いたずらにその可憐さに一撃必殺でも癒されてる、色めき立つライバルたち、席替えもいい、姫も神頼み、その根性叩き直せよのよ。やお。身で止めずに優しさで世まで言ってあげるという。いや、この歌詞しりとり誰も浮かばなかったら負けなので、ありそうな文字で止める技術が必要なんですよ。あるかよって。あります、めちゃくちゃわかりやすいよ。どうでもいいけどさ、この落ちそうなとこで走って全部スイッチ押すの見て。何やっとるのかね君は、ちょっとすごいけど。で、話をしてる間に多分おすれさんはもうちょっとアホなので、もう忘れてます次何か。ちなみに僕はもう忘れました、次何か。おい、おすれ、空猫と同じ物差しにされてるぞ。夏グッズ発売中。余命2分30秒、余命2分30秒、ありがとうさよなら、またねを繰り返して、もう45秒の春。ルなんてある。ちょっと待って、何してる。いや、生き地獄、動物愛護団体から電話来ちゃう。水槽の大きさが極限すぎるのよ。もしかしてね、ワンちゃんない、もしかして。あら、最初の後もしかしてオースリー。今回ルから始まる歌詞、オースリーも思いつかなければオースリーがアウトですからね。チャンスですよ、空猫。大事なとこ聞いてね。ルール、え、終わり。勝負いってました、空猫先生。え、しかもルなんで、なんで、もうないよ、もうないよ、ルー。そもそもこれありですか？歌詞しりとりじゃなくて単語しりとりだろ、これもう。先生リンゴの2番のところで。あれ革命家になった、変な綺麗事を嫌った、正直者がバカを見る世界でルールを疑い戦った。のルールね。もう途中からでいいから歌えよ。でもルーで止めたいよね。いや、そもそもあれなのかどうかというところですが。いや、
まあ、今回で起用してしましょう。回答者本人が決めることじゃねえ。どうなんですかルールブックラメリーさん。仕方ねえな、今回だけ喧嘩買ってやろう。おかかってきなさい。いや、お情けでアウトになってないやつの態度じゃない。ルーザー、むしゃぶるった価値の悪いやつ相手にできるんかのかか。ほらルが来ても大丈夫なんだよ。いや何してんの、俺がルーザー歌ってる間にルーパー養殖すなよ。快楽の奴隷、インテリの奴隷、異世界でも現実はシャバかったよ。繰り返し繰り返し生まれ変わり、歴史なき無許容のアイムソーリー。リンカネーション、リンカネーションの悲痛な叫び、愛して愛して。手はあるでしょ。あった。おーおーおー、ひらめきました。それでご選手、天性リンゴ、天性リンゴで生まれ変わり、天性リンゴ、天性リンゴで限界せたり、天性リンゴ、天性リンゴでいかの終わり、どうしてどうしてゴーヤーこれはね、さっきの空猫がありならこれもあれじゃないとおかしいところいきますよ。天性リンゴ、ゴー。なるほどね。でもそれちょっと今までの言い方としておかしいんじゃない。おい、さっきドラ猫が言ったルールアウトにすると。ちなみに俺が歌ったのは一番最後のところの天性リンゴだからね。あーまあ確かにね、そうだね。手のひらぐるぐる。本当はさっきのルールでアウトになってるはずなんだから、お咎めなしであることに感謝しろ。お咎めって何ですか、亀みたいな。亀でいいですもん。凍え枯れ果て、いやいやいや、サバッバッバグ、サッバグバグ。はい、次空猫、ここまでノーアウトで来ておりますが、ちゃんと聞いておりましたか。さあ、私がどこで区切ったか覚えてるんでしょう。ん、今どこ。ほら、こんな変なウーパールーパー予測してるから。やばいね、これは。来るか、アウト。こういう時は、一番多い最後の文字、グカやかるですね。グループ、もっと二人で歌おうよ、暇なら愛をしようよ、さあ息を吸って声に出して汗ぜ歌ってようぜ、笑われてるのも仕方がないね、何もかも間違ってんのさ、なあ。ここに来てヨルシカさんのブレーメン。もう歌いたいやついったな、これ。しかもグで正解です。あ、そんなことあるんだ。なんだよ、アウトになんねえな。なんねえな。3分の1の確率ですからね。しりとりは3分の1を当てに行くゲームじゃないんだけどな。パッパッパグ、サッパグバグ、ラッラッラグ、ランタイムラグ、ロロログ、ハンコのログ、パッパッパグ、パッパパラ、パッパッパラノイア。あ、ですか。あーにゃ、あーにゃ、あーにゃ、ピーナッツが好き。いや、そのあーにゃビールが好きそう。怒られんぞ、方々から。あたしなっちゃっちゃってるの、 I love you, I love you、 腐りかけもいいね、君もなっちゃっちゃっちゃえば、 I love you, I love you、 二人だけのシークレット、シークレット。とわっはー、ゾンビだー。おいて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 、おい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 、ちょっと待って、おい、何やってんの、何やってんの、お前。本物のゾンビはいらなかったか。ちょっと僕あまりにもちょっと人の話聞かなすぎて、人の話を聞いてなくてもなんとなく何を言ったか分かるような能力を持ちました。怒るな、その能力。多分目だと思います。おお。ねえ、考えなくてもいいよ、口先じゃ分かり合えないの、この音に今は乗ろうよ、忘れないでいたいよ。トラネコ1アウト。イエーイ。あの目じゃなくてトです。トか。冷静だ。それではアウトになったソラネコは、君もなっちゃっちゃっちゃえばゾンビ地獄。やったことは自分で書いてる。あなたもゾンビの仲間入り。お、やばいって。うおー。オースリーパワーに殺されました。私が研究していたゾンビがこんなところで役に立つとは。やばいやばい、早すぎ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 。あー、そっちは。やばい、行き止まりだ、行き止まりだ。うわということで、王様どうでしょう、楽しんでいただけましたか。ゾンビに襲われてるところが面白かった。ってことはラメリーもゾンビに襲われてください。いやー、なんでそうなるの。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価してくれると嬉しいです。 Twitter や TikTok、 僕が所属している君夢のチャンネルは概要欄に貼っておくから見てくれよな。それじゃあまた次の動画で。またね。